요, 그럴까 오시대. 누시대. 아, 자카상. 신지られないのです. 信じられない? 強制収容所のことは話には聞いていました。捕虜にした人たちに過去その光景を目にしている今もこんなことが現実に起きているのが信じられません。ああ。だがこれが現実だ。俺たちダルクス人は迫害されている。これは現実なんだ。そしてその迫害は戦争という狂気の中で激化している。目を背けたくなる現実だけどさ、人は現実を知ることで成長するってもんだ。ザカさん、ま、気楽に行こうや。人生は長いんだ。全ては俺たちの気持ち次第だって思うぜ。そうですね。ザカさん、ありがとうございます。私たち自身が諦めずにいればいつかきっとみんな分かり合えるはずですよね。ああ。と、もうこんな時間か。夜明けと同時に作戦が開始される。お前さんも休んでおくんだ。はい、それでは失礼します。これより作戦を説明する。ただいまより作戦を開始する。これより爆弾設置の支援行動を開始するぞ。第7小隊出撃する。隊長さんよ、一つ頼まれてくれねえか。まず北西にある橋を爆破してほしいんだ。そうすれば敵の増援を食い止められるし、その隙に俺は鉄橋まで近づくことができる。ああ、分かった。その代わり爆弾の設置はしっかり頼むよ。任せとけ。
この日のために入念に下調べはしておいたんだ。よし、では作戦開始だ。敵部隊を排除しつつ、まず北西の橋を爆破する。
ね。やっぱり土の匂いっていいね。敵発見。敵発見。前方に走行。こっちから回り込め。重機の移動により大型のリフト装置が点在している。歩兵はもちろん戦車を乗せてスイッチを入れれば階層の違う場所へ移動することができるぜ。スイッチはリフトのすぐ近くにある箱状の制御装置を調べれば分かるはずだ。なるほど、情報ありがとう。遮蔽物を有効活用して前進せよ。ルー隊がでかいだけだ、怖くない。ガリアの犬どもめ、こそこそと町の中に潜入しようって。いいか、射程に入ったガリア軍には容赦なく砲撃を加えよ。帝国の技術の粋を集めて作られたこの装甲列車の火力を見せつけてやるのだ。出撃する。
敵発見。総員、周囲警戒。出撃する。私頑張っちゃう。
し行くぞ。敵発見。発見した。拠点を守るのも忘れないでください。発見した。Thank you.
私の出番ね。発見したよ、発見したよ。遮蔽物を有効活用して前進せよ。北西の橋の爆破に成功した。ザカ、爆弾の設置を頼む。よし来た。ちょっと待ってな。よし、設置完了だ。あとは隊長さん、こいつを銃で撃って起爆してくれ。そうすれば鉄橋は吹っ飛ぶからよ。ああ、わかった。次元式にしたかったんだが、爆発するたびに走行列車が鉄橋の上にいるとは限らねえからな。なるほど。この方法なら確実に走行列車が鉄橋にいるときを狙えるな。中央の橋から東の川岸を経由していけば、爆弾を撃つのにちょうどいい足場の台地がある。ここからは隊長さん、あんたの仕事だ。頑張ってたどり着いてくれ。今の爆発音は何だ？はっ！どうやらガリア軍が北西の橋を爆破した模様です。何だと？小賢しい真似をしおって。よし、作業リフトの電源を入れろ。偵察兵を向かわせ、正確な状況を報告させるのだ。いかにあがこうが、この走行列車に攻撃は通じぬ。じっくりと殴り殺しにしてやろう。走行列車に気をつけてください。
ちょうだい。了解よ。頑張っちゃう。当たってちょうだい。頑張っちゃう。当たってちょうだい。あたし頑張っちゃう。まだよ。よくやった。さすがだ。で
警告ね、覚悟しな。無駄な抵抗はやめろ。
射出。くたばるっす。敵に隙を見せないでください。
ましょう。覚悟しな。ざまみろ。よくやった。さすがだ。交渉しろ。乗ってくれよ。
そこそこ頑張るよ。近づくものは全て排除。そこそこ頑張るよ。ありがとう。各隊展開。
忙しいね。敵の突破を阻止せよ。天へ迎え撃て。まともに攻撃したら損害は与えられそうにないな。あたりは止められないよ。人気者は忙しいね。
よし行くぞ。一応了解。
する。そこ頑張るよ。衛星兵。振動は何が起こった？あ、僕分かりませんが、鉄橋が崩れています。なぜだ。この装甲列車は帝国の威信そのもの。帝国の威信が崩れることなどあってなるものか。なるものか。
ばよ、グレゴール。ついに走行列車を落としたぞ。巡隊長員、大変だ。ファウゼンを脱走する帝国兵たちがダルクス人の収容所に火を放っていった。収容所は火の海だ。急いで現場に向かってくれ。なんですって？こんなことをしやがったのは誰だ。あたいがと捕まえてぶっ殺してやる。やめておけ。なんだって。やられたらやり返す。暴力には暴力。それじゃ争いは終わらない。たとえダルクス人だという理由で迫害されようが、俺たちは誇りを持って生きている。俺たちは降伏はしない。それがダルクス人の生き方なんだ。ダルクス人の生き方。おい、憎しみを抱いても報復しても誰も救われない。自分にできること一つずつ確実にやっていくしかないんだ。者がいるかもしれない。みんな手伝ってくれ。第七小隊の活躍もあり、義勇軍はファウゼンの奪還に成功した。戦場から戻った第七小隊隊員たちはしばしの休息の時間を送っていた。さっき宿舎を歩いてたら他の小隊の連中に呼び止められてよ。ファウゼン奪還は俺たち第七小隊のおかげだって感謝されちまったぜ。だってさ、あの化け物列車をやっつけたんだ。そういえばザカさんたちどうしているのかな。収容所から解放された人たちはファウゼンで働いたりランドグリズに避難したりしてるらしいよ。そう、みんな元気にしているといいんだけど。よっ、ザカさん。お前その格好。ん？これか？今日付けで俺も義勇軍の仲間入りだぜ。お前さんたちの小隊に配属されたから、これからよろしく頼むよ。よろしく頼むって、あんた戦えるのかよ。ダルクスの生き方がどうとかって。まあ細かいことは気にすんなって。これでも戦車兵としての実戦経験もあるんだ。俺が登場するのは小型の戦車だが、歩兵のサポートなら任せてくれ。それにこの隊長さんに興味があってな、一緒について行ってみたいと思ったのさ。え？
僕に？まだ少ししか話してないが、人とは違った面白い考え方するなってな。そう言われても、特にみんなとずれた考え方をしてないと思うんだけど。ウェルキン、自覚ないのね。まあ、これからよろしく頼むよ。11章マルベリー攻略戦。